はい、どうもこんにちは。どうもこんにちは。酸っぱいなー、梅干し食べたいなーって思うとここら辺からめっちゃよだれ出る。え、どうもおしゃれに行くんだ。詳しい説明はバキの漫画に出てます。ジャスティンとヤンキー元気大気ガシンガシンガシン来ました。分かるよね、立ち位置で左側のやつが企画考えてやつ。そうです、うん、ということで、はい、今日の企画はもう無音でいろいろ食べてみたい。雑だなタイトル。歌舞伎町ホストってさ、うん、やっぱりこういつも女の子を楽しませてるけどさ、うん、はい、騒いだりワイワイしてね、はい、でもやっぱり、はい、状況に応じて TPO でね、そう、うん、もちろん静かに何でもできる、うんうん、何でもできるでしょ。でもできる。今日はちょっと無音で何でもできるということで、はい、まずは食べるシリーズ、はい、なるほどね。まずは簡単だよ。これシリーズこちら、プルルルプッシュ固い醤油せんべい。え、簡単だよ。ちなみにここまではいいわ。ここまでは俺が開けてあげる。は、え、なんで無音で食べるの。だから女の子をね、いつも楽しますよ、ショワイワイして。そうね、ワイワイ。でも静かに楽しませないといけない時もあるよ、ホスト。あー、ないよな。開けるところからがやっぱホストとして始まりだから。これね、ホスト2枚。まあホストだったら何でもできるからな。できる。じゃあみんなからは見えないと思うんだけど、右下にね、音量のね、うん、マイクみたいなのが出てるんですね。じゃあ一回喋らんでみて。ほんとな、3本だね、うん、だこれが、こう喋るとマックスまでいくでしょ。なるなるなる。あ、マックスまでいったら罰ゲームとして、ちょっと申し訳ないけど営業終わりテキーラ。りっくんが失敗したら、うん、もう全員もうできるな。うわ、出た。意味ないよ。お気に入ったな。意味ないよ。お気に入ったなだよ。じゃあまずどっちからやるの。りっくんから。まずは俺が挑戦者ってことですね。はい、じゃあ行きます。よーいスタート。いいですか。あれ全然いいか。半分超えたらがいいんじゃない。半分にしよっか。じゃあ仕切り直そうか一回ね、うそ。いやもう超えてるやん。おい、これは超えてなかったよね。ギリいけてたよ、ジャスティンは。いやいや、ここぐらいまでジャスティンはギリいけてて、きてるやん。リックンちょっ
たほんと。いやいや、来て、超えてた。今ならダメだったわ、りっくんが。まあじゃあみんなやな。あ、まあ連帯責任だから。ガチテキラーなの、ちなみに。ほんとマジだから。少ないけど、もうこれ営業終わりだから。無理だ、めっちゃきついよ。え、これガチ。じゃあ行きます。はーい。いや、入れられたいし。これ今日もお疲れ様です。3人もお疲れ様です。やったことないやろ、3人。くそっ、小さいはもう。え、マジかよ。じゃあ次行きます。最初からレベル高すぎん？まあまあまあ、せんべいはレベル高かった。ちょっとごめんけど、うん。でも次は、うん、本当に無音で食える。うん。行きます。うん。ブルルル。バシーン。なんだ？なんだと思う？ケイト？これね、実はそばなんです。おーら。そしてこちら、ブルルル。バシーン、みつかんの巣。まずまずい。まずいとかじゃなくて、静かに食えばいいよ。別にまずくて。うん、でこれを。ぐるぐる入れんの？大ちゃん？大ちゃん、大ちゃん、実験みたいになっとるよ。なんか、ん、これ電子レンジ出てたからぐっちゃぐちゃ。いやいやいや、まあ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 じゃないよ。まあまあじゃない。ほぐれれば。まあ、これすすれんやん。固形や、固形。何これ、なにこれ。いやもうそれ、何これ、もうゲロやん、ゲロ。、まあ、とりあえずリックさっきやったから、次ジャスティンで。はぁ、一回俺が音とか関係ないし、俺余裕だから。普通に食べそんなだけでもいいよ。普通に食べたらいい。まずっ、あのガムの紙の味する。色がなんこれ。うわっ。これ食うの俺今。次の罰はこれだから。あ、そっちの方がいいね。そっちの方が全然喜んで飲めるわ俺。これジャスティンが音出したらこれ。そうね、誰が飲む、ジャスティン。意味わからんやな。じゃあよーい。いやゴールはだから全部はよーい、スタート。いやいや、ごめん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 。はい、行きますよ。はい、もう一回なかったことにして。はい、うわ。音が出てるって。ここまでこれはもう大義にもやらせよ。これは大義に。こうやってやばいやばい。まあジャスティンごめんけど本当に。え、今回俺出してないよ。え、これ酢は大丈夫？これぐらい。いや、酢は体に。酢は体に。ちょっとやろ。はい。俺慣れてきてるな。大義の音出さないまで。俺は行ったぞ。すごいな、行けたな。すごいな、行けた。なんか、笑ってはいけないみたいになってない？途中これはちょっと俺の企画ミスだ。あ、ごめん。まだあるんだ。最後。あ、ならね、最後あるんだ。これね、結構難しかった。うん。で、これもちょっとなんか趣旨が違った。趣旨が一番簡単な、こちら。プリュー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 。あー、これまで余裕だわ。これは結構技術的な問題だと思う。うんうんうん。だからこれは一人ずつ食べる、無音、食べる、無音、無音で終わろう。で終わろう。いきまーす。リック、俺ジャスね。はい、
よーいスタート。パッパッパッと行こうっつってんのになんでさ、だって出るもん音、出る絶対出る、俺めっちゃうまい、一回やってみて、出まくれやな、やっぱ出さないようにするよ、行くよ、何だよ、食べたよ、いやずるいやろ、わーって言って噛んだよ、オーケー、俺必殺技ある、一回やっていい、行くよ、じゃあスタート、出とるやん、まず濡らさんといかんのやつ、出とるし、あー俺本気出すわ、もうよーい、スタート、いいやろ、大きい声で、汚ねえよ。音出てた？出てなかった。ほら。いや、それ水分入れたらならんだ。でもやっぱさ、音を出さんと汚いね。音出さないように食べるって、逆に。だからラーメンとかもすすった方がいいね。うん、あれってすするのが礼儀正しいんかね。まあ日本では。うん、パスタは違うけどね。うん。パスタはこう巻かんといけない。バスターミナル？え？バスターミナル？でもやっぱサークリームオニオンが一番うまいね、うん、うまプリングルさん、うん、でもこのサイズは食えんな、一人で、うん、うん、でも保存するんやんね、そうよ、閉めれるから、キャッチとごめん、俺の企画倒れだったから、うん、うん、じゃあまた考えよう